ました。オカパミフトメガネズの生配信番組、今夜もブレイクは今日も30分間、ノープランでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は配信うまくいくかな、ね、なんでこの間ね、うまくいかなくて。うまくいってるのかな、これどうだろう、怪しい怪しい、うまくいってない可能性。ああ。よかったよかった、よかったよかった、ちゃんと配信できてるっぽい。ありがとうございます。オッケー。今日も30分間ノープランで元気よくお届け していきたいと思います。よろしくお願いします。改めまして、おかっぱみゆきとメガネズでーす。よろしくお願いします。さあ、シェイド君、もう今日が10月で最後の生配信です。いやー、11月の配信予定決めてませんね。まだ告知もしてない。やばいやばいやばい。え、ちょっとさ、シェイド君さ、今決めようよ。今決めますか。今決めようよ。手帳、あ、よいしょよいしょよいしょ、今ちょっと11月の予定決めますね。はい、11月の予定決めましょう。11月、はい、あ、火曜日と金曜日大丈夫です私。火曜日と金曜日、あ、ね、何ですか、前にちょっとお話しした。何何何何何で笑ってます。ここで予定話すって感じだけど、11月の12日の火曜日が4時なんだ。あの前にちょっとお話しした、とあるライブを見に行きたいと思って。はい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 、はい。じゃあ11日にしようか。あ、前にずらす。うんうん。月曜日。そうっすね。ですね、今11月のライブ配信の予定を決めてるんですけども。すいません、皆さん。大体が、火曜日と金曜日です。はい。で12月で間違えた。12日の火曜日はお休みして。はい。その1個前の11日の月曜日にやります。はい、ということです、はい、今決まりました。11月11日ポッキーの日じゃない、これもしかして。ああ違う、11月11日は確かベースの日だったと思う。ポッキーの日じゃないの。ベースの日、あの1111で線が4つじゃん。うん、ベースってさ、なんで違くないじゃん、別に違くなくない、ポッキーの日でしょ。ベースってさ、うん、4つ、弦4本なんです。これベースなんですけど、うんうん、弦4本じゃないですか。1234で、だから1111がベースの日なんですよ。なるほどね。っていう話を毎年、うん、この配信で言わないね。あれ去年言ってた気がするよ。言ったっけ、うん、でベースの日はね、大体その有名なベーシストの人たちがイベントやったりしてるんだよね、ライブハウスとかで。そうなんだ。シェードは、俺はここで配信します。あ、じゃあその日はじゃあベースの日スペシャルでしょ。ベースの日、ね、11月11日はポッキーを食べながらベースを弾く日。忘れそうだね。あーね、はい、やってみましょう。ということで、来月11月のライブ配信は、はい、火曜日と、金曜日が基本的に入ってるんですけども、はい、11月12日だけ振り返りで11月11日になりますので、後でね、詳しくあの画像とかもね、載せますのでお知らせいたしますので、間違いないように皆さんね、生配信を楽しみいただければと思います。よろしくお願いしまーす。いや、生配信で来月の予定決めるとか面白いね。スケジュールバレるっていうね。12日はね、うん、そうなんですよ、新木場っていうところに、お、コースト？そう、スタジオコーストっていう、ちょっと結構大きなライブハウスがあって、でかい、うんうん、そこにね、ライブ見に行きたいなと思ってるんです。細見さんだっけ。そう、細見たけしさんっていうエルレガーデンの、エルレガーデンっていうバンド知ってますみんな。メンバーのボーカルの人が、モノアイズっていうバンドも今やってて、新しいバンドね。そう、それのね、ライブイベントがあるんですよ。うん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 。で、その台湾のバンドも来るっていうイベントで、チケットが取れまして、無事おめでとう。さあ、ね、でちょっと見に行っていきたいなと思ってるんですが、行っておいで、いっぱい勉強しておいで。17時オープン、18時スタートなのよ。うん、で、うん、18時に俺仕事終わるんですよ。仕事なんていつでもできるでしょうよ。ただね、今ね、まあこれ以上の話はもうやめときますけど、まあ、社長見てるかもしれないからね。会社員なんでね、僕、うんうん、ちゃんとした有給、あれ、いろいろあるんですよ。あのレディースデーってことですよ。今日ちょっとレディースデー2日目なんで、ちょっとダメ。
もうこの話はやめよう。まあ、あのスタジオコース行って、うんうん、でもモノアイズが一番最初ってことはないと思うんだよね。うんうん、そうだね。3番目か2番目かだから、あのちょっと見れるかなと思って。シェード君はもう昔からずっとエルレガーデン大好きで、はい、細見武さん大好きなんですよ。そう、エルレガーデン好きなんですよ ね、 ね、ついに見れるね。よかったね。細見さんはね1回だけライブ見に行ったことがあって。あ、そうなんだ。何年前だ、5年もっと前だ、2013年とかに、うん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 、もう1個ハイエイタスっていう番組やってて、はいはいはい、ハイエイタスのライブのスタジオコースに見に行ったことがあるんですよね。うん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 、その時はハイエイタスとライズっていうバンドが出てまして。みんな知ってる？ライズちょっと前ニュースになってたからね。なんで？あのちょっといけないことをそっちでダメだ。あのでもバンドマンはね、あのいけないことでニュースになりがちだよね。あの、うん、そうですね。まあでもそれは言い訳にはならないですけど、私たちはね、あのそういうことでニュースにならないように岡本君のメガネズは、ね、あの警察のお世話にならないように活動していきますので、今後ともよろしくお願いします。もし何おかっぷん、もし俺が、うん、みゆきごめんっつってハート泥棒で捕まったんだけどって、ね、もうこういう話はやめましょう。 OK、 よかった。はい、はい、あの ね、 ね、社会に優しいおかっぱみきとメガネスです。優しいですよね。ちょ、今日さね、気づいた、眉毛描くの忘れてて。眉毛、そうね、おかっぱみきとメガネスって眉毛薄い二人気なんですよ。はい、眉毛薄いっすね。ねえ、ちょっと本番ね、11月3日にあの我々のね、アルバム発売記念ライブがあるんですけど、この本番の時はちゃんと眉毛忘れないようにしたいと思いますんで、うん、はい、ぜひね皆さん、11月3日の日曜日ね、あの東京は神田で我々のアルバム発売記念ライブをね、行いますので、私たちの出番もね大体19時45分頃からライブしますので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。まだね前売りチケットを発売してまして、そう、これステッカーになってるんですね、うん、なんでね、ライブ終わった後も大事にね、見ていただくこと、遊んでいただくことできますので、はい、よろしくお願いします。あ、のせっちいけるかなって言ってる。お、違うよ、行くんだ。そうね、いっぱいコメントいただいてますからね、ちょっと読んでいきますね。みんな見てくれてありがとう。でね、あの加藤真也さん、はい、お、さっきね、さっきね、私たちがねお誕生日の動画を撮ったんですけど、お誕生日明日じゃなくて明後日だよって。あれ？あれ31だっけ？ 30 じゃなかったっけ？10月31か。あのね、明後日、あの、お誕生日になられるということでおめでとうございます。ねね、あの、この感じがおかっぱビフトメガネスですね。さっきね、お誕生日になられるということで、あの、加藤真也さんって我々の、 あの曲で雨っていう曲のミュージックビデオの編集してくれてる方で、はい、別名、オカマジックさんっていうね、マジシャンでもあったんですけど、もう今オカマジックやってないですけど、はい、そう、あの、関係者の方なんですけど、そう、うん、お誕生日来るってことで、さっきね、特別に動画をね、プレゼントしたんですけど、そうですね、見てくれてありがとう。見てくれたのかな、わかんないけどね、生配信も見てくれてありがとう、ハッピーバースデーねえ、でいっぱいコメントいただいてますよ、はい、ありがとう、みんなみんなコメント Thank you。 で、村田さんから、こんばんは、譲れない願いは学生時代の大切な思い出の曲ですってことです。そうなんですね。私もね、確か小学生ぐらいの時の、あの、なんちゃらなんちゃらレイヤースのね、アニメのレイヤースのね。レイヤースだっけ？そう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 。赤い髪の子と、あと、青い髪の子と、あと忘れた。覚えてないな。なんかさ、その話前もした気がするね。ほんと？この曲カバーしたそうだよ。去年もやったんだよね。レイヤースとスレイヤーズがかぶるんだよな。スレイヤーズってあったよ、ね、似てる似てる。知らない、それ。あれ気のせいかな？わかんない。ありそう。ありがち。ありがち。ということで、はい、リクエスト、先週の、金曜日に、はい、キャサリンさんからいただきましたリクエストにお答えして、田村直美さんの譲れない願いをおかっぱみゆきとメガネズバージョンで演奏してみたいと思います。準備はいいかな、シェード君。しゃ。いきますよ。はい。じゃあ曲名言う？どうぞ。田村直美さんで、で、で、田村直美さんの譲れない願いです。
聞いてください。止まらない未来を目指して譲れない願いを抱きしめて、色が赤く染まってゆく無重力状態、このまま風にさらわれたい、いつも止めないハードルを負けない気持ちでクリアしてきたけど、出し切れない実力は誰のせい、
そうさ、結構単発で止まらないとかじゃないんだけど、最後さ畳みかけてくるじゃん、はい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 、高いところがだんだんねこの辺疲れてくるの筋トレになる、色褪せない心の地図、そう高い、すごいね、ちょっと高いね、ね、確かに、私ずっと高いところは裏声に変えてボイスチェンジをして歌ってるんですけど、はい、色褪せない、色はまでが裏声で、うん、色褪せない、せないは地声ですね、色褪せない、心の地図ね、ここだけ地声で、の地図、そうそうそう、あんまり違いがわからないね、あ、本当、うん、これね、訓練でみんなそうできるんですよ、へぇ、うん、ここの訓練、あとコツつかむだけ、すごい、誰でもできる、うん、なので、ね、裏声出せないもんな、ちょっとやってみてよ、せーの、あっ、僕ミッキー、これ裏声、あ、うん、裏声、あっ、あっ、あっ、悲しみと怒りに、これ裏声、うん、やってみて、ピースの悲しみ、悲しみと、高いよね皆さんね、ね、コツがあるので皆さんね、もしこの譲れない願いうまく歌いたいよって人がいたら、個人的に教えますんで私もね結構難しいから、これね結構なんつ歌ってて楽しいです、うん、すごい、ね、そうだね、それをねなんかね、そう、声帯ってさこうなっててさ、で締まってれば締まってるほど高い音が出るのよ、お、そうそうそう、何ゴムをさピッて引っ張るとさ、長く持ってると低い音が鳴るでしょ、ドゥルンドゥルン、で締めたらドゥンドゥンドゥンって音、はいはい、あれと同じ原理、ね、そうなんだ、声帯がもう震える状態、そのどれだけで締まってるかで声の低さが高さが変わる、っていう風にイメージすれば結構やりやすい、色褪せない、やりやすいかもしんない、うん、でもその高い声出すときにでも締めるのは良くないの、いや締めなきゃいけないよ、色褪せない、力は入れないで声帯を締めるって感じ、色褪せない、色褪せない、色褪せない、これ女性の中でも高いキーだからさ、シェルさんもう枯れてきた、ちょっとやめといた方がいいよ、ね、やばいっすね、そう、高い声を出しても枯れない歌い方もあるんですよ、うん、これもねコツをつかんだらもうねバッとできるんですけど、そうかそうそうそう、なので、ね、おかっぱみゆきさんカラオケレッスン行こうかな、おお、いいねいいね、今度ねボイストレーニングをやってくれないかということでご依頼いただいてまして、はい、初めてねボイストレーニング、カラオケレッスンじゃなくてボイストレーニングをさせていただくことになりまして、そうね、感覚でやってる人だから、それをなんか起こすのが大変、人に伝えるように起こすのがね、ねえ頑張ります、そう、歌が歌えるとね、合コンでモテるよマジかシェイさん行かないでしょ、行かないけど、うん、もし今後万が一、あ、そのような機会があったら、合コンに参加する機会があったとしたら、うん、歌えた方がモテるの、じゃあそうだよ、コンパでカラオケしたら私はもうよしってなるもん、その前はね、はい、さっき見てくれてた深夜さんが働いてるヒーローズのオープンマイク終わった後に歌ったね、一曲歌いましたね、壊れるほど愛してもね、はい、上手だったよシェイさん、やったー、何その乾いたやったあんまり上手って思ってないからね、嘘、自信がないんだねそうっすね、でね、市川さん、シェイド君自分もだよって、地声低いからかもって言ってる、うん、ね、できるできる訓練でね、うん、陽子さん、みゆきさん、シェイド君は譲れない願いで自分にあった出来事ある、譲れない願いで自分にあった出来事、譲れない願いの思い出かな、それか譲れない願いがあるかどうかかな、シェイド君にとっての譲れない願いは先週聞いたっけ、言ったっけ、忘れた確か、うん、この曲を前回カバーした時に、うん、譲れない願いは何ですかって話をして、はい、なんて答えたんだっけ、みゆきが幸せになってくれたらいいなみたいなことを言ったら、すごい、そのシェイド君いい人みたいになっちゃっていい人、いや違う違う、そういう話じゃないんですみたいな話をした気がする、あ、そうなの、いい人じゃん、いや、いい人じゃないですよ、なんでいい人だよねみんなシェイド君いい人だよねいい人、どうしたなんでそんな自信持ちだよただ俺がその、うん、
もう一回じゃあこの話しますか。はい、どうぞ。譲れない願いは何っていう話だった時だったと思うんだけど、みゆきが幸せになってくれたらいいなっていう話をして、すごい優しいみたいな優しいの感じになったんですけど、これはなぜみゆきが幸せになってくれたらいいかっていうと、はい、僕は音楽をやりたいと、でできることなら、まあ、今まで自分のためにだけやってきたけど、最近いろんな人も作品に、ね、携わったりすることが増えてきて、誰かが喜んでくれると嬉しいなって思うから、できることなら自分が発信した音楽で誰かに喜んでもらいたいと。ただ目の前にいるお客さんと俺の間にはみゆきっていうフィルターがあると。そうなの？いう感覚なの俺は。おうおうおう、どっちかっていうとね、ボーカルだし、そう、歌詞を伝えて歌ってはい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 、で俺が作っ、例えば誰かの曲とかもそうだけど、自分たちの曲も編曲するじゃないですか、今回のアルバムもそうだけど、で編曲した時にみゆきが気に入ってくれる編曲をするとか、みゆきがアイデア出してくれてそれを取り入れて形にしていくっていうので出来上がったものが届く前の1個前の段階でみゆきが入るでしょ。最終チェックが入るわけだ、ここで。そこでみゆきが気に入ってくれて嬉しそうにしてると、まあよかったって素直に思うし、でそこでまず1個幸せになってくれたらいいなっていう感じになるじゃん。で、そのみゆきが自分たちの曲を編曲も込みで気に入っていて、それをライブで気持ちよく楽しく歌うと、お客さんに伝わるじゃん、それが。みゆきがつまんなそうにさ、この曲本当は私作りたくないけど作らされたみたいなテンションで歌ってると懐かしいね、楽しくないでしょ、まず。まあね、って考えて、でそういうんじゃなくって、気に入って自分でいいなと思ってるものを幸せな状態でハッピーな気持ちで届けると、結果的に届いてほしいと思う人たちのところに、いい状態で届くなと思うから、っていうところをすごく端的に言ったのがみゆきが幸せになってくれたらいいなっていう。なるほどね、それ素晴らしいことだと思いますよ。っていうことなんです。全然いい人じゃないですか。だ私もね、よくね、よくあの、はい、エンターテインメントで世界征服したいですって言ってるんですけど、はいはい、その理由は自分が幸せになりたいからの、はい、ああ、はいはいはい、なるほどね。人を幸せにすると自分に返ってくるんじゃん。それはね、確かにある。笑顔見るとさ、自分も笑顔になるでしょ、うん、だから自分が幸せになりたいから相手を笑わせてるって、もう私マガジンに書いてるけど、私が幸せになるためにまずあなた幸せになってって感じ。あ、私の幸せ、ね、まずね、自分が幸せっていう大前提はあるんだけどね、さら、に幸せになるじゃん、そしたら人の笑顔を見ると。であとね、音楽やってきてよかったって思うじゃん。あ、それはあるね、自分の作った作品と自分の歌で人は喜んでくれてるって、まあ、これね、音楽じゃなくてもね、例えばイラストでもいいだろうし、はい、風船でもいいと思うんだけど、マスター誌でもいいだろうしさ、占いでもいいし、シェイド君みたいに楽器の販売でもいいと思うんだ、そう、相手の幸せって結局自分の幸せじゃん。まあ ね、私ね、確かに独身時代にね、はい、まれにお前のことを幸せにしてやっからっていうやつとかいるんですよ嘘つけとか思うわけですよね。嘘つけ、そうだな、それは偽善だと思っててますね。絶対そういうろくなことないですね、そういう人に一緒に幸せになろうとかね、そういうのだったらいいんだけど。ああ、はいはいはい、わかるわかるわかる、ね、どうなんだろうね。俺は基本的に、でも誰かを幸せにしてあげたいっていう、あ、まあ、ちょっとさっき言ったものが矛盾しちゃうけど、恋愛において恋愛こと、恋愛においてお前を幸せにしてやるっていう感覚はあんまないかもね。だ、一緒にさ、だって自分は幸せじゃないのに相手を幸せにするってことは不可能なわけだから。まあね、そもそも恋愛って俺が言うのもあれだけど、ああ、どうぞ。その俺の中の恋愛論っていう話するのもあれだけど、なんかその、なんつうの、タッグを組むっていうかさ、ほうっていう感覚なんだよね、なんとなく協力し合うみたいな。そうそうそう、一人でも生きていけるわけじゃないんだけど、まあと
とりあえずあと1年ぐらい一人で生活しても大丈夫そうだなっていう感覚はあって、うんうんうん、ただそれを2人になった方が楽しいかもしれないから2人になるみたいな。曲止まっちゃった。シエルさんの大事な話だから止まったかな。え、すごい、シエル君が、え、わかるよこの感覚。彼女作ったらいいじゃん、そしたら。ただ違うんだ。その2人でいた方が楽しいかもしれないし、なんつうの、3本の矢じゃないけどさ、うんうん、1本より3本の方が強い、うんうんうん、そうだね、協力し合ってね、気持ちはあるんだけど、うんうんうん、こう相手の期待に応えられないかもしれないからさ、俺自信持とう、自信持とう、ちょっと自信持ってこう、やってることがすごい自信持ってる、なんだろう、その並行して歩く感覚が素敵だなと思ってるって感じ。なるほど。ね、あの誰かの名言で、結婚とは恋愛とはかな、結婚とはお互いが見つめ合うことではなくて、 お互いが同じ方向を向くことなんだよっていう名言があるんですけど、そのことですね、まさに。それに近い。あのさ、みゆき、うん、がちょっと前に、うん、なんかでシェアしてくれてたグレイの拓郎さんのインタビューがあって、はい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 、それで拓郎さんが言ったのは、結婚っていうのは長い人生を、大変なこといっぱいあるけど、どうにか一緒に頑張ってこうよっていう壮大なプロジェクトだって言って、うん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 、そういう感覚すげえわかるっていうか、素敵だなとは思うんですよね、うんうん、そう、結婚もそうだし、このバンドのね、ミュージシャンのそのね、まあ、ね、関係も本当そうと思う。うん、シェル君の生涯のパートナーだと思ってるから。え、止まんないで、なんで、なんで、なんで嫉妬すんだよ。え、ね、ありがとうございます。おー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 、よろしく、よろしく、うん、びっくりした、今シーンってなんかね、びっくりしたね。まあそういうね、うん、プロジェクトっていう感覚は確かにあると思うんですけどね、うんうん、なんか一緒に一つのものをなんか叶えるとか、うんね、一緒に何か目標を達成するっていうのでもいいしさ、夫婦なんかも一緒に添い遂げる、うん、っていうのがいいなっていう気持ちはあるんだけど、うん、いかんせん結婚してないから。いいんだよ、自由に生きたらいいんだよ。結婚したら変わるかもしれない、ね、もしかしたら。まあね、相手との相性もあるわけじゃん、ね、例えばさ、こっちはこういう考えを持っているけど、相手は違う考えを持ってるかもしれない。そうね、それはね、うん、バンドがまさにそうですね。そうでね、結婚してみて人が変わったとかいうパターンもあるけど、結婚する前に見えてなかっただけっていう感じのことがよくある。かなるべくね、シェル君、同じ方向を向けるパートナーを見つけてくださいね。同じ方向を向けるパートナーってどんな人だろうね。それ深く考えてみてもいいんじゃない。ブログに書いて、ブログに気が向いたら書きます。書かないな、こりゃ。シェル君、最近ラーメンのブログもあんま書いてないもんね。ラーメンのブログはね、うん、カップラーメン王に俺はなる。記事一つ書いて文章は書き終わってるんです、うんうん、あと写真をはめてちょっと直して、もう一息だ、また一つアップしようと思ってるんですけど、うん、いつするかな。おー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 、もう一息じゃん。頑張って、うん、楽しみにしてます。私も、皆さんもね、シェイド君のブログね、ラーメンのやつも結構面白いの で今日もね、毎回配信の後にブログ書いてくれてますので、シェイド君のブログぜひ読んでくださいね。この後コメント欄に私が URL 貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。さあ、ということで、エンディングテーマの時間になりましたね。みんなの恋愛の話いい話だねとか、パーソナルの話ね、いい話だねってコメントくれてるよ。ありがとうございます、なんか久しぶりに深い話をしましたね、付き合う、そうなるとさ、付き合う、まあ、いっか。これは何、小泉さんが、小泉ルミ子さんがシェード君にいい人が見つかりますようにって。ありがとうございます、ね、誰かいないですか、いい人。こちらまで、ご連絡くださいということで、エンディングテーマいきましょう。シェード君、じゃあ曲名を言って入ってください。それでは聴いてください、唇に歌声を。ブルブルな時の合言葉、見て
ってますので、ぜひねコメント欄に書いてください。31日もです。